長岡空襲の犠牲者の追悼と平和を祈る白肉で幕開け。2日間で34万席の観覧席は完売となりました。中越地震からの復興を祈って打ち上げられてきたフェニックスは、今年は能登半島地震復興の祈りも込めて、全体で7分ほどの対策となりました。初めて来たんですけど、本当に素敵で感動しました。能登半島の地震の復興の花火とかもあって、やっぱり心に染みましたね。